聴の方ありがとうございます。アルト FR です。いつも見ていただきまして感謝しております。ありがとうございます。今回の動画は過去でもブーストアップの動画を出させていただいております。今回は前回のやり方とは違いまして、同じようにワンコインぐらいでの部品でできるやり方をご紹介いたします。よかったら最後の方までご視聴の方お願いします。前回のやり方よりは少し手間がかかります。前回のやり方よりはブーストが安定すると自分は思っております。それではまずブーストがなぜ上がるかという方法の説明させていただきます。こちらの方が純正のアルトワークスのタービンとなります。まずタービンの方の説明させていただきます。まずアクチュエーターというものがタービンにはついておりまして、こちらの方からアクチュエーターの上からホースがあります。そちらのホースからアクチュエーターの方に圧がかかりますと、中にバネが入っております。バネの方が押されまして、ロッドの方が後ろの方に引っ張られます。そしたらロッドの後ろには蓋が入っておりますので、その蓋が開きましてブーストが下がる、また安定する方向となります。ロッドの中には蓋がありますが、ちょっと映像では見えません。タービンの中にありますので、そちらの蓋が開きましてブーストが安定し、またロッドの方が伸びることによってブーストが下がるという方向となります。最近の電子制御のアクチュエーターにはこの方法は使えないですが、今最近の車ではなく、自分のようなアルトワークスの古い車、また軽カーなど古い普通車にはこちらの方法が使えると思います。ぜひ参考にしてみてください。また今回ブーストを上げる方法は前回とは違います。こちらのアクチュエーターの方を加工させていただきまして、ブーストの調整が可能なようにします。どのようにするかと言いますと、こちらのアクチュエーターの方を取り外し、サンダーの方を使いまして真ん中で切り取ります。そしてアストロで購入しましたタップを切るものを購入して、そちらの方を使っております。今回はワンコインということなんで、工具の料金はちょっと入っておりませんが、タップのキットを購入して、そちらの方は前から持っていたものを使っております。タップのセットを買った方がお得だと思います。単品でも購入可能になっております。今回使いましたのは M5 の 0.8 というものを使いました。こちらになります。 M5 の 0.8 です。またアクチュエーターを調整するために逆ネジのものが必要なので、こちらの方の単品で 0.8 の M5 の逆ネジのタップを買いました。逆ネジのタップは1680円しました。単品としてはちょっと高かったですが、こちらの逆ネジの方がとても必要となります。注文してから約1週間ほどで手に入りました。タップを逆ネジを買わないと、ただ中でアクチュエーターのネジが動くだけになります。必ず逆ネジの方を購入して、反対側は逆ネジで切ってください。じゃないとタンパックルのように縮まらないので、アクチュエーター自体を縮めることに、ロッドを縮めることによって後ろの蓋が開きにくくなるので、ブーストが上がるというような仕組みとなります。真ん中に取り付けているのがホームセンターで購入した部品となります。先ほどのホームセンターで購入したものをネジを切った部分に取り付けております。普通はナットの方を入れた後にこちらを取り付けるのですが、ちょっとこちらの今の動画では取り付けておりませんが、固定するために左右にナットをつけた方がいいと思います。タンパックル式になるため、必ずタップの方は逆ネジと正しいネジの方を両方で切ってみてください。それでないと長いナットをホームセンターで購入したものがただ左右に動くだけになります。逆ネジで片方を切っていただきますと、タンパックルのように上に回しますと、ロッドの方が縮んでいき、ブーストが上がる方向になります。逆に下にするとロッドが伸びていき、蓋がすぐ開くのでブーストが下がる方向となります。純正よりブーストも下げることもできますので、こちらの方法はとても有効だと思います。こちらの方法だとアクチュエーターの方がテンションがかかりますので、前回のブーストアップの方法より高回転でブーストが垂れにくくなると思います。ぜひぜひ参考にしてみてください。またこちらのアクチュエーターは
今回撮影のために用意して切ったアクチュエーターとなります。実際にはこちらのアクチュエーターではなく車の方にもうつけて2年以上は同じ方法でブーストを上げたり下げたり調整しておりますので、今回のアクチュエーターは撮影用だと思ってください。やり方は全く一緒ですので参考にして皆様も同じように作ってみてください。動画のアクチュエーターのように長ナットを調整しブーストの方が決まりましたら、そのアクチュエーターが動かないように左右のナットで締めたら完成となります。一時期はこちらのアクチュエーターの調整の方法と過去の動画でやりました。そちらの方法兼用でブーストを調整してた時期もありました。こちらによってブーストの調整が可能となります。今度はブーストを調整している画像となります。こちらを上にやるとブーストが上がるという感じになります。また下の方に緩めるとブーストが下がっていくので、ノーマルのブーストよりも下げることができたり、もちろん上げることもできます。ブーストの上げすぎはエンジンを壊すことになりますので、またコンピューター燃料なども調整しながら使用してみてください。ブーストは1キロでも1点何キロでも上げることができると思います。まあアクチュエーターにはもちろん限度がありますので、まあたくさん上げたかったらタップでたくさんネジを切る必要があると思います。自分はそのあまり切ってないので、だいたい 0.9 とか1キロぐらいまでしか上がらないような感じで調整して、ブーストコントローラーを使わなくてもこちらで調整ができますので、とても安上がりでできると思います。ブーストの調整も可能です。まあもちろん一回一回バンパーを取ったりしながら調整をしないといけないの手間がすごいありますが、お金をかけないならこちらがベストだと思います。できたらブーストコントローラーを使った方が簡単だと思います。現在は今ノーマル取り付ける前のブーストになります。今回取り付け後ブーストの方の立ち上がりも良くなりまして、ブーストも約9近くまで上がるようになりました。もちろん体感的にもパワーアップしましたので、皆様もぜひ参考にしてみてください。最後までのご視聴誠にありがとうございます。今後の動画の方もよろしくお願いします。またチャンネル登録高評価の方もお願いします。涙と感覚단단해나홀로너를생각하네이런기분설명할수없어원래이맘쯤너와의여행을생각했었는데 yeah. 네가좋아하던왕과선물을준비했겠지더더한너를상상하며근데왜이런생각을하면서너를추억만하게된건지 yeah. 어쩌다너와나왜이렇게끝난건지너를기억하면난가슴이아파와어쩌다너와나이렇게잊혀진단면다시사랑할수없을것같아날에나는내게너무나설었겠지내맘과다르게너에게상처를줬으니사랑한다는말로도부족했던너에게내가너무